はい、皆さんこんばんは。それでは、何だっけメイド・オブ・スカーですね、続きやっていきましょう。近かったな、音が。大丈夫かな。では、前回ですね、これ閉めたらどうなんだろう。1個アイテム手に入りました。これですね。これで、2つ手に入ったので、あと2つですね、やっていきましょう。おっと、重たい。こことここ終わったので、次は上と下だけど上行くか。これ吸っちゃうと先こなんかめまいしちゃうので、これは息を止めていこうか。で、おあれ、これはまた鍵が必要ですね。なんかカラスだか、タカだか、カラスかな、まあなんか鳥っぽいマークが書いてあると。でもこれは、ここは入れなくても、こことここ、あ、ここ開く、開きましたね。あ、開くじゃん。あれ、開くけど別になんもねえな。なんだろうね。何かを回避するための部屋かな。息遣いが聞こえるな。隣から息遣いが聞こえるね。一旦閉めとくか。ここ埃っぽいな。で、ここに、あ、地図ですね。あー、なるほどなるほど。あ、なるほど。こっちもちっちゃい部屋があったな。これセーブ部屋っぽい感じがする。で、こっちがなんか大きく開けたところね。あれ？シリンダーって右下と左下だったよね。この部屋にし。で、他には、他、取れるアイテムはなさげ。一応息を止めてから。燃えたぞ。何が燃えた。熱、思ったよりか熱いな。骨が燃えてんのか。燃えろファイヤーですね。なんだなんだこれ。熱い。カウチ入れ。でも止まった。止まったね。なんで焼却されていたのか。でも手に入ったのはオルゴールだけか。これはコレクションアイテムだよね。なんで怪我を負ってまでコレクションアイテムを取らなきゃならないのか。ここセーブくせえんだよな。来る順番間違えたくせえな。下じゃねえかなと思うんだよね。でもまあまあ行こうか。ことごとくなんか読み違えるな。読み違えてる気がする。あ、待って、やばい。勝手に閉じんなよ。よし、ことごとく読み違えてる気がするけど、広そうだね。これが図書室か。話題の図書室ですね。上もある。下に敵はいる。下に敵がいて、まだ回復使ったことないけど、ちょっと上から様子を見るか。あ、上にもいるな。あ、上にもいるね。上にも下にも。上をとりあえずかわして、ちょっと数が、ちょっと把握しきれないなこれ。
真上からも音はするし。ここなんだ？これなんだろうね。明らかに、あー、スイッチが必要ってか。どっかでまた、ブレーカーだね。ブレーカー。ちょっと待って、単純に広いだけか？ちょっと待ってな。こっち側回ってみようか。まあ、抜けちゃいますね、一旦ね。多分今下抜けました、ここ。これが問題。で、こことここの部屋にまだ入れてないから、こっちも様子見ようか。ん？このは入れないやつか。あかんやつ。行けるところ多いね。あんまり行けるところ多いと。お、オルゴールがいつもと違う気がする。罠ねえよな、罠ねえよな。罠がねえよな。なんかもう、罠だらけだからさ。罠か？罠じゃねえかよ。罠じゃねえかよ、もう。あれ、これは？死んではいないのか。死んではいねえけど、やべえのに入っちゃったっぽいな。待って、暗闇で全く見えねえ。え、待って、音が鳴る方に行けばいいのか。ちょっと待ってね、音確認するわ。まあまあまあ、正面だよな。はいはいはい。しゃーしゃー、何、なんか引かれた俺今。これか。こっちかな。鳥が鳴ってる。たびたび引かれるのはなんだ、俺死ぬのか。何か俺ミスってる。鳥は鳥。普通に音が鳴る方に向かえばいいんじゃないのかと思うんだけど。でもなんか定期的にキシャーって食らうんだよな。走ってみるか。痛い。馬に引かれてんだけど。ちょっと回復しとくか。うめえ。これお母さんだっけ。音の鳴る方へ。こっちかな。あ、今度光、キシャーしなかった。すっごい黒板の音だけど、これ嫌いな人多いよな。頭蓋骨。これいつも通り聞こえるやつでね。敵の声もするんだよね。ちょっと待ってね。ここかな？ドレス。鏡。まあ、オルゴールが発祥元だよね。ここかな？あ、ちょっと、ごめん、ちょっとずれた。いて。ずれると引かれんのかな。首がない。あー、またあれだ、楽譜だ。誰か死んだ。これマチルダさんの死体なのか。これマチルダさん。マチルダさん。
ガンダムの話しても伝わんないんだよな。マチルダさん、マチルダさん、ミハルがいねえんだよ。あ、ここになるのか。謎部屋、ここですね。入れなかった部屋に戻ってきたわけですね。するってーと、楽譜は手に入れたけど、ここ行ってみようか。一旦セーブしてここ行こうか。なんか、めっちゃダメージ受けたかもしれない、今まで。敵がいないのであれば走っちゃおう。よし、セーブしまーす。セーブしました。いや近いな。向こう側にいるな。近いかも。いや回ってっかな。近かったわ。2人いたよね今ね。あっぶねえ、あっぶねえ、あっぶねえ、あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。見つかりたくないからね。どこ行った、どこ行った、でかい方どこ行った。まあいいや。ではこっち行きまーす。行ってない部屋ですね、まだね。行ってない部屋がこっちです。こちらでございます。あ、これ通れないのか。静かな部屋。あ、ここもセーブじゃん。さっき行きたかったな。 Go by despair, that child. Her willful insolence shall be the downfall of us all.Here we stand at the edge of ruin, and yet we have the answer. この人かな。 Caged and bound in irons in the caves below the point, at the mercy of when I choose to provide its sustenance. 地下の洞窟。 And for what? For Elizabeth to refuse to sing its song? I'm not asking her to bring back my father's slavish cult. No.Just to help me reopen the hotel and restore its grandeur. Our family's grandeur. All she must do is sing to lure them here in their droves. If not her, then how? なんかさ、心音ドクドク治んないね。Some method of using my recordings? But how to focus the effect without a singer to wield its intent? いらんかったね、酒。今歩いてったな。今歩いてったよね。これで全部の場所行った。ということは、ここの上だな。あの謎を解いて、ここを開けなきゃダメだ。やるか。足音するな。信号が止まらねえんだよな。あー、このデブここまで来るのか。こいつ足遅い。あ、いべ、立ち止まった。こっちまで見に来るんだな。あ、いた。違う、両開き、この扉と両開きなんだ。さあ行くか。じゃあ2回攻めよう。いや、いるな。もらうぜ。見つかったら音を使おう。音を使ったら速攻でいろんな仕掛けをやりましょう。俺もまだ見つかって何かやられたことないんだよね、まだね。下の足音か。
あっちくせえな。どこのに見つかった？一応息止めとくか。あ、走ってきたな。走ってきたね、今ね。あ、ダメだ。あ、いや、バレてない。バレてない、バレてない。まだバレてない。まだバレてない。大丈夫、大丈夫。探し回ってるね。上の階にいてもバレるんだな。ギリギリだな。下の階のやつにバレたんだね。よし、オッケー。はい、一個でいいのかどうかは謎だな。ここショートカットできねえな。できねえのか。できねえんかい。一個でいいんだったら楽勝だけど、楽勝かどうかはわからない。電気ついてるね。よし、いけそうだ。これ静かにした方がいいな。ね、近い時は静かにしよう。あれか、あっちは行かない方がいいな、ね、あっちには上にも下にもいるし。こっち側から攻めよう。本当は立って歩きたいんだけど、見つかるとね。立ち歩きも浅め歩きもほぼ一緒だな。じゃあしゃがんだままでいっか。じゃああいつを、あいつを取っちゃおうか。ちょっとフラフラしてんな。そこ、それとそこにいるから今。ちょっと待ってね。頂戴しちゃおう。お宝ちょうだい。これ音でバレるかもしんない。ガチャンって開けた音で。待て待て、2箇所かこれ。2箇所か。こっち側も行きましょう。これはさっき見逃したな。 OK、 多分これで2箇所でしょ。2箇所行ったんじゃないかな。これで開くと思います、多分。二度寝間になってしまった。二度寝間になってしまったけど、これできっと開くはず。あんま警戒して、警戒するとき行きたくないよね、あっち側ね。なんかね、周りを見回してるときはね、目は見えてないんだろうけど。ああ、こっち来てるな。タイミング的にこいつが来てるから、ちょっと待とうか。ちょっと待とうか。ちょっと待て、ちょっと待て、ちょっと待て。バレないか。意外とバレないんだね。意外とバレない。よくわかんないな、これ。息を、あーって、この吐いた音は別に音ではないのかね。息遣いに関しては、そんなに。でも、一回バレてるからな、普通にな。じゃあ、今度こそ。この音はバレんのか。待て待て、待て、なんで聞かないんだ、ボタンが。なあ、くそ、ボタンが聞かない。なんだ、どういうことだ。立てない、立ち上がれない、そして取れない。なんだこの罠は。ちょっと待って、一旦出ます。
なんだ、立ち上がれない。取れた。手間かけさせやがって。なんか違う、あの中で立ち上がれなかった。でも待って、なんか近いな、音が近いな。上か、そこにもいるか、もしかして。あ、いるけど、まあ大丈夫か。でもこれで取ったのが3つ。でもうん、わかんねえ。まあいいや、戻ってみるか。1箇所開いてない鍵があるな。あー、いっぱいいんな、おい。ほんとにこう、徘徊者が多い。よし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 、一気を戻して、そこでセーブしよう。まあ、確実に一個一個は取り戻せていってるけど、次にどこ行けばいいんだ。なんでさっき立ち上がれなかったんだろう。はい、セーブしました。何だったんだろうね。ここまだ行けてないんだよね、ここ。じゃあこの仕掛けっぽいなね。この階で残ってるのはそこだけだ。あれだな、あと1個だね。あと1個足んない。楽譜取って、鍵も取って、ね、謎を残すとすれば、まあ、こことあとこれかな、がまだやってない仕掛けになるのかな。で、これに関しては何でかよく分かってないんだよ。もう一度見に行くか。あと、ここも気になるよね。ちょっとそれやりに行ってみようか。もう一度確認しに行こう。なんか音が鳴っただけでね、船のね。船の音が鳴っただけで。ん？あ、はいはい。それが何の意味してるのかとかは何にも分かんない。これに関しては、何か音が鳴ったんだけど、これか。はいはい。大丈夫かな、これ。来たね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 。大丈夫か。今やりたくねえな。カーンコーン、カーンコーンだかな。俺音苦手なんだよな。大丈夫かな。一応セーブしたか鳴らしてみようか。最初の音、最後が一番低い音、最後が一番低い音。あ、もうやんなきゃダメなのか。はい。一番高い音。どっか何かが開いた音がしたな。今のは簡単だったけど。どっか今ガチャンって言ったよね。何かがガチャンって言った。あ、これか。普通にあった。普通にありました。オッケー。結構簡単に手に入ったな。これで、これ1個逃してるだけなんだね。じゃあこれで全部揃ったわけだ。じゃあ1個取り逃してるだけだ。こんな簡単に手に入るもんだったのか。カンコン、カンコン。
もう一度セーブして。最後図書室が一番難しかったね。よし、オッケー。図書室の仕掛けも終わった。いなくなった。オッケー。じゃあ謎解いちゃいます。いっぱい来たな。いっぱい来たぞ。あべ、めっちゃいる。いって、全部来やがった。くそ。しかもトス、え、あれ、あ、これか。いやー、全部来やがったな。しかもとっさに今出なかったね。とっさに。まあまあ、いっぱいやっておきますか。まあ生きてれば大丈夫でしょう。とりあえず今慌てて G を押しちゃったけど、 G とは、あー、なるほど。こっち側に来たわけだ。1階のロビーのところね。あ、いた。はいはい、いっぱいいるわ。これで戻れるようになったわけだね。1階はまだ この謎が解けてないし、ね、こっちの方の部屋はまだ行けてない。このここの鍵も開いてないからね。で、ここももちろん、まあでも1階はいいか。1階って今ここは G なのか。で、1階は何なの？我々がいたのって2階じゃなかった？あ、ん？これ今いたとこだよね。ロビーだもんね。はいはい。いやー、でも使っちゃったな。これも使ってしまったし、回復も無駄になんか、今回2、3本飲んじゃった。ついつい。よし、上行こう。無駄な動きが多いな。とっさに今打てなかったのはちょっと反省だな。なんかね、うまく出なかった。一番のこれがスッと出てきてくれなかった。あれでもないこれでもないって感じ。はいはい。トーマス My uncle Abraham might be on the second floor nowNo, but I heard somebody crashing around a few moments ago from somewhere below me. どうやって君の場所に行ける？ There is a way up to the attic, through my father's room to the west wing. うん。You should be able to reach me that way. はいはい。まあまあ、とりあえずやりましょうか。My uncle was not a man to be trifled with before. And now...野蛮そのものよ。はい。Please take care, Thomas. うん。それっていうと、エレベーターの表記がさ、G12 って書いてあったけど、一応ここ3階なんだね。よくわかんない、表記が。これ2って書いてあるけど、これまあエレベーター、向こうの海外のその表記はよくわかんないからな。一応ずっと跡があるね。で、多分これ正面は行けないから、もうこれ行くしかないね。どんどん難易度上がってきやがったな。血だまりが。すごいね。鳥もいっぱい。まあでも何にも なさそうだけど、
とりあえず息を吸って。広いな。ここびっくりマークがある。こっち側か。セクシーボディ。セクシーボーン。すっごいでかい音したな。巨人のような足音が。罠くせえな、罠くせえな、これ。だいぶね、疑心暗鬼になってる。ギシギシアンガなんだよ。やっ。こっち来そうじゃね？壁突き破ってくるやつがいるよ。持って帰っちゃったな、やっぱり。疑心暗だったんだけど。こっから突き破ってきたのか。今の鍵は、取れないってことか。マジかー。ここになんかあるから、じゃあこっち、次こっち行ってみ、こっちじゃなくこっち行ってみようか。ここは開かないやつや。開かんやつですね。意外と脅かし要素多いな。あ、マップかも。よし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 。あ、もうシリンダー見えてますね。あれ、俺2階のシリンダーって取ったっけ？俺2階のシリンダー取ってない気がする。2階っていうか。あ、ここにあんのかもしれん。わかんない。いや。あ、屋根裏か。まあ、ちょ、まあ、いやいやいや。出ないってことはいいってことだよな。なんでこんな不穏な、なんでこんな不穏を煽るような音なんだろう。まるでホラー、なんすよ、まだ、あー、噛んじゃった。めっちゃ今いいボケだったね。まるでホラーゲームみたいじゃないか。ん？あ、こっちもあんのね。ほんとホラーゲームみたい。キーってこの音も嫌だな。まあ、ここはオルゴールだろうね。普通に。オルゴール部屋だ。オルゴール部屋。そしてここが、まあ、シリンダー部屋。ここセーブ部屋っぽいな。一応、覗くだけ覗いとくか。覗く。ん？ここにもなんか部屋があるな。こっち側から攻めるか。シリンダーがある部屋は多分本拠地だから。あっぶねえ。ダメか。いって。くそ。くそ、マジで超いて。飲んで、見えてんのかお前、見えてんのかお前、マジか、目があんのかこいつ。目があんのか。これなんだ。とっさに入ったけど、これ使えるか。ここはなんだ。これは。逃げながらとりあえず、あ、一周したか。なるほど。こいつはなんとかしねえとな。エレベーターでとりあえず下に降りれば一旦は負けるかもしれないね。で、今ぐるっと行って逃げて、回っ
ってここ解放したんだよね。ここもあるな。来てる。いい、やって。ちょっと追いかけっこするか。で、ここショートカットできる。ここショートカットできる。で、ここにもなんかあるけど、こっち行ってみようか。ね。なんか書いてあんな。距離を開けてみようか。あいつ倒さないと鍵手に入んないかも。トーマスからエリザベスの手紙。あ、トーマスって自分じゃん。自分が送った手紙か。なんだこれ、エリザベスの部屋なのか、ここは。ここと繋がってんのね。あと、こことこう、ここか。要は、これを使って逃げろってことか。そういうことね。いいね、いいね、いいね。こっちはなんだ？こっちはなんだ？見たことない鍵の部屋。セブ。